こんにちは、エイフです。今日はですね、ちょっと福岡県ものすごい雨で、外で傘さして撮影しようかなとか思ったんですけども、さすがにね、ちょっと厳しいということで、今日は車の中で呼んでいます。呼んでいこうと思います。で、車がですね、前よりも広くなったので、割とですね、割とこうやって後ろに下がれば、まあ、結構説明できるんじゃないかなと思って、今日もこのラケットと、一緒に、撮影をしていこうと思います。あ、なんか晴れてきた。ちょっと晴れてきましたね。はい。まだ、でも、ただちょっと横殴りの風のある雨なので、ちょっとね、レッスン前に風邪ひかないように、濡れたくないので、そんな感じで今日もやっていこうと思います。で、昨日やっぱ撮影、まあ、最近撮影した動画で、やっぱ見直すとセミがものすごいので、マイクを頼みました。まだちょっと来てないんですけども、真夏はさすがにちょっと撮影の時にマイクなしだと僕の声よりもセミがうるさいみたいになっちゃうので、ちょっと考え直して、またマイクを買いました。何回目かな。マイクはね、なんかこう電波が悪かったり、なんていうかな、ちょっとザラザラ音が入ったりすることがあったり、たまに声がね入んない時もあるので、ものすごい嫌なんですけども、そんな感じで今日も呼んでいこうと思います。じゃあほわ、打点は下を通らないと正しい道行くことはできないっていう、肩を下にこう、下を通すか上を通すかみたいな話したの、下ですね。下を通すフォアハンド。テニスベルデさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。ドッグパッドから無意識にグリップを上げてしまっていることはありそうなので、下を通す意識で練習します。また、課題も増えましたが、練習の楽しみも増えましたということでコメントいただきました。めちゃめちゃ晴れてきたな。ちょっとですね、一応言うと、この下を通すときにものすごい重要なところがあって、これ言ってないんですけども、肩を支点に腕をこう下を通すといいよって話はしたんですけど、その時に足も一緒に、ちょっと今座ってるんでできないんですけど、足も一緒にこう沈んでやる人もいるんですよね。足ごと目線を下げながら下を通そうすると、その後腕が重たいですよね。なんで、腕は下を通すんだけど、姿勢はずっと高い方がいいんですよね。足の曲げ伸ばし一緒にしてないかな。特にテニスベルデさんはその可能性結構あるかな。足の曲げ伸ばしを、やっぱね、このドッグパッドに合わせて足をギューッと曲げてしまって、そこから足を伸ばしながら打球する方結構多いので、足はできる限り、目線が高い状態で伸ばしっぱなしでできると本当はいいです。そこを注意できればと思います。ドビンさんから、いつもありがとうございます。相手の速いボール、スピンの効いたボールに押し込まれ、打点前で取れないことが多く課題と感じています。今回の動画、とても参考になりました。打点を前で取るには、ラケット面を後ろから見る感じでしょうかということでコメントいただきました。そうですね、打点を前で取らないといけないって思うときに、大事なのが、何に対して前かですよね。そのこっちからボールが飛んできて向こうに返すとして、右の肩に対して前であれば、打点前なんですよね。これが、前で取らないと思って、右の肩ごとこう出しちゃって、ものすごいこう前の方で取ろうするというか、それが正解ではないというか、打点、相手のボールが厳しくて、うわ、苦しいと思っても、右の肩を一番後ろにある状態から腕を出せば、これでも、打点は前っていう状態なんですね。肩に対して前なので、これは大丈夫だよね。で、確かに後ろから見る感じいいと思います。ただ、後ろから見ようとして、結構こう人見るんで、こうなってくれればいいんですよね。これが、こうやって後ろから見る人ですよ。体を、顔をかしげて後ろを見ようする方もいるので、そこに関してはちょっと注意をしていただきたいと思います。じゃあですね、そんな感じでどんどん呼んでいこうと思います。本当に外晴れてきましたね。降ってはいるけど、太陽はそう。じゃあですね、次のコメントが、スライスかな。昨日あげたスライスの、この、スライスの動画ですね。金子さんからコメントいただきました。全然違う練習をしていました。早速やり直してみますということで。スライスで僕が見る方に多いのは、
僕が見る方っていうか、今までこう見てきた人、別にレッスンじゃなくても見てきた人で、こう上から下にこうちょん切る、もしくは押すような感じで打つ人と、こうある人、このボールを、じゃあ例えばね、これがネットの高さだとして、ラケットやや上向けてて、こう上にこう振り上げるような感じで、こうある人、こうなったりとか、じゃなくて、こうしないです。運んで飛ばすんじゃなくて、当たったら衝撃でこっちに戻されたい。これが慣れてないと難しいか、やれるようなんて簡単ですけど、あ、降ってきた。はい、まあそんな感じで、スライスは押し運ぶ、バックのスライスは押し運ぶわけではなく押し抜くんですよね。フォアのスライスは押し運ぶと思っていいですけどね。そんな感じで、最上級、あ、間違えた。ニアバシルさんから同じ動画のコメントで、待ってました。ステップを踏んだ最上級者用スライスの練習方法。一つ質問なのですが、打点、過去前後上下とインパクト時の手首の様子、背屈、小屈、尺屈、側屈との関係はどんな感じでしょうか。僕は癖で、背屈が強すぎるため、厚い値ではなく、どうしても薄い値になってしまいますということで。ですね、一応シュート。最初の構えの段階では必ず背屈倒屈なんですよね。背屈倒屈にしておきたい。親指側と甲側にしておけば、最悪打点が、こっちを指して、打点が遅れたとしても前向きになる。で、その状態しといて、もし相手のボールが思ったより浅いなとかになったら、背屈倒屈をほどいて、背屈をほどいて、ニュートラルに下に。もしくは、もっと前だったら、やや小屈になることもあるかもしれないですけど、基本的には、背屈からニュートラルで打ったり、背屈のまんま打ったり、っていう状態なんですよ。尺屈になることは、ないかな、当たるときに。当たった後、ラケットの振る、遠心力によって尺屈させられることはありますけど、打つときに尺屈しちゃうと、チョップみたいな感じで切っちゃうので、あくまでも、肩の動きから、左肩の前から右肩の前のこの範囲の中でベース打てるかなみたいな、そういう意識をできればと思います。打点がここじゃないといけないわけじゃないですけど、いろんな打点で打てる準備がこの状態と思えれば。さっきのフォアハンドの動画のコメントの続きで、アスカさんからコメントをいただきました。全世界の女子プレイヤーにこの打ち方を教えたいです。軟式のような巨大テイクバック、肘が腰についてるダブルベンドからの結局間に合わずしゃがみ打ちになっているのが、誠に遺憾ですということで、コメントでした。そうですね、まあ僕も軟式上がりなので、こういう風にもともとね、これラケットが今ちっちゃいんであんまりはみ出てないですけど、こうやってラケットはね、こう背中からはみ出るような感じで、肘が、腰はちょっと低いかな。まあ大体、まあ脇腹ぐらいですかね。大体、このあばらの骨ぐらいの、あたりに肘がついてるような、フォアハンドの方多いですね。これはまあ、上から遠心力かけといて、女性の買い物を手ですよね。この状態。要は、このままじゃ力が入んないというか、このままじゃ飛ばせないので、遠心力かけて、この手を作ろうみたいな。でこれは、上を通すからですね。まあ、だけでこれ、手首が今、肘の上を通ってますね。肘より上。これ上を通す。で、これ正解が肘より下を手首が通る状態。まあね、女性の方はね、どうせ、それこそ女性の買い物手って言ってるぐらいなんで、どうしようね、こういう手、女性は足が内股になりやすく、腕が外回しな、外旋側になりやすいので、そこからね、正していければ、股関節と肩がよく動く状態になるよね。で、ニア柱さんから、コメントいただきました。ヒロウチ、今回も有料級の解説動画、ありがとうございました。書きたいことが多すぎて、いろいろ悩んだのですが、ひとまず、二つだけ書きます。1、打点を前で取るために何が必要なのかを、について理解深まりました。腕を長く使いたい。そのためには、テイクバックの仕方、
とラケットの通り道が大事。さらに、ラケットの通り道を正すためには体重の乗せ方が大事。丸二、厄介な問題としては、普通は前に踏み込みながら打つことを推奨されるので、そこの先入観、固定概念を取り除く必要がある。確認なのですが、打点を前にしましょうと踏み込みましょうは両立しない。あるいは、両立させづらいと考えて差し支えないでしょうかということで。これがですね、初心者の人でもいきなり、じゃあ踏み込んでって言って、こうやって打てる人もたまにいるんですよね。たまにいるっていうのは、それは腕をもともと下で使う人もいるんですよね。その別に何も考えてないけど、下で使おうとできる人はいる。そういう人は別に踏み込んでも同じように打てるんですけど、元の意識が、この意識が強いと、どんだけ踏み込んで、こう前で打ってって言っても、前で打ちたいんですけど、これ、前するとやりにくいですってなっちゃうので、まずはこの腕を垂らす。で、腕のやり方が分かったら、その腕を踏み込んでやればいいやんっていうような、そういう状態になるので。なので、じゃあ、順番は、踏み込むとか、そういう、伊達前にとかそういうのを練習するのが先じゃなくて、腕の通り道を垂らせばいいだけって感じ。って思えればいいんじゃないかなと思います。じゃあ、M さんから、コメントいただきました。この、下を通すフォームの場合、腰より打点が高くなるハードコートなどの打点は、場合はどう処理したらいいのでしょうか。下がるかライジングでやはり下を通す感じですかねってコメントいただきました。別に高い打点関係ないです。関係ないっていうのは、じゃあこっちですとして。肩を下に腕を下を通して、でもこれ、例えばじゃあ頭より高い、じゃあここら辺の打点だとしたら、こう下がります。こう下がりますというのは分かりますかね。まあ、カメラ側に打つとして、ドッグパッドの状態から、じゃあ、例えばここら辺、この画面のここら辺でボールがあるとして、下を通した後、ラケットを立てて当てます。で、これ当たったらこっちに抜けばいいので、これだけじゃなくて、この後、左に抜けていく。ドッグパッドの後、下を通って左に抜けていく。この際に、打点が高いならここで当たるし、打点が低いならここで当たってこう行くし、みたいな。このスイングの中のどこで当たるかが変わるだけなので、別に高い打点はそれで打てばいいかな。まあ、もちろんそのライジングとか、下がって打つのも全然いいんですけども、別に高い打点も関係ないよと思っていただいていいです。じゃあですね、最後かな。7月9日のタケルームのコメントで、ノブさんからコメントをいただきました。いつもお世話になります。腕時計変わりましたってことで。腕時計ですね。さあ、これですね、僕は二十歳の、成人祝いで、母親から、G-SHOCKをいただいてですね、電波時計の、G-SHOCKをいただいたんですけども、なんかそれが調子悪くてですね、よく時計の針が、時間が、なんかすごいずれることが多くて、時計屋さんに持ってって、一応直してもらったんですけど、直してもらったけど、なんかあんまり直りきってないというか、またなんか針がずれてるとかいうことがあったので、奥さんからね、ちょっと買ってもらいました。買ってもらいましたっていう、とりあえずちょっと、なんかナフコかなんかないかなって言って、見てもらったんですけども、一応その時計屋さんにあった3000円ぐらいの時計買ってもらって、でもこれ結構気に入ってるんですよね。結構見やすいので、ものすごい見やすいので、気に入っております。そう、G-SHOCKね、本当は、気に入ってたんですけども、なんかもうやっぱ寿命か、なんだかんだで、15年前ですからね。15年、16年前と言っても過言じゃないかな。っていう感じなので、ちょっと僕の時計が調子悪くて、変わりました。そんなところまで気づいていただいて、あります。じゃあ、そんな感じで今回の、コメント見は終了ということで、また、次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。明日、明後日のタケルームぐらいから、新しいマイクで、撮影していこうと思います。じゃあ、そんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスが、より早く、効率よく、レベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、
始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。